今はこんなに悲しくて涙も枯れ果てて、もう二度と笑顔にはなれそうもないけど。先日4連休あったでしょ。お土産をたくさんいただいたんで、その一部をねご紹介、軽くもう超巻きでご紹介します。こちら茶箱ね、タバコじゃないですよなるほどね、ははこうやってね、うんうん、よく考えますな。そしてね、これですよ。これはね、横浜かな、神奈川の方からすごい有名な生チョコレートですね。前もなんかいただきましたよね。同じとこのや違う種類かなと思うんですけど、富の宝山のブレンド、芋焼酎がブレンドしてある生チョコレートですね。すごい、これはすごい、これは間違いなくね、18歳以下絶対ダメあからさまさ、ウイスキーボンボンとかそういうレベルじゃない、もうこれ完全にお酒めっちゃ美味しい。あのね、まあ、日本酒、私も最近ビールでもそうなんだけど、ウイスキーとかね、あと日本酒、焼酎とかにチョコレート実は合うんですよ。実は合うんですよ。もうだからこれ焼酎飲みながらチョコレート食べてる、あの美味しさがそのまんま味わえるみたいな、完全なお酒なんで、これ本当に18歳以下ダメです。めちゃめちゃ美味しい。ラストね、これね、これね、終わりだったっけ、終わり対馬銘菓とか赤だって、これかなり有名なやつらしいんです。私初めて見たんですね。食べてみてくださいって言われて食べたんですよね。これ知ってる人今笑ってニコニコ笑ってるでしょこれね、いただきます。歯やられるからこれめっちゃ美味しいんだけど、めっちゃ硬い特にこれ硬いとかっていうね、いうことはね、何も一言も書いてない硬いので気をつけてくださいとか、歯の弱い方はお気をつけくださいって、普通ここまで硬かったら書いて叱るべきなんだけど、まあ本当伝統があるんでしょうね。だそのまますごく昔から受け継がれてるから、こういうものだってね、多分販売してたから、もうそういうことは書かないんでしょうね。それがまたすごいね。万一お気づきの点がございましたらご一報くださいますようお願い申し上げますって書いてあるんですけど、これね、ご一報する人多いと思うよ多分めっちゃ硬いわ皆さんこんにちは、画家の高橋です。今日はですね、ご質問にお答えしていくんですが、実はね、似たようなご質問って過去かなり多く聞いてるものであり、まあ、この YouTube 始めてからのご質問ももちろんそうなんですけど、店頭でもねすごくたくさん聞くご質問になるんですね。まあ、非常に素朴なもので、まあ、過去にねお答えしていてもおかしくはないんですけど、まあ、最近見られ始めた方もね多いかなと思いますし、まあ、過去を探ってくれなんていうのもね大変な話ですから、まあ、大事なことですし、私がよくねお話することもあるので、もう一度ねお話しさせていただきます。まずね読んでいきますね、はい、プロポと受信機は説明書を見ると、初心者の私には説明や機能が多すぎてちんぷんかんぷんですと、ね、用語も一個一個勉強しないといけないし、初期設定に戻したのですが、ハイエンドプロポで最低限こことここを設定しときなさいというものを教えてほしいということですね。うん、これね、まあ、例えばね、あと似たようなもので、始めたばっかで、高いプロポ買おうと思えば買えるんだけど、機能がいっぱいありすぎるから、まず入門用を使いたいっていうお声とかね、うん、いきなりそんな多機能プロポを使っても大丈夫なんですかというのはよく店頭で聞きますし、まあ、あとはまあ、いいプロポ持ってるんだけど機能を使い切れてないんですよみたいなねご質問を、かなり
聞いたりしますね。で、私がね、お答えすることですね。いつもお答えするんですけど、あ、これとこれ分かりやすいな、はい、これとこれ分かりやすいですね、はい、要はね、プロポが多機能すぎて、あと用語が多すぎて分からない、何の機能を使った方がいいかってことですよね。実はじゃあまずこのお話をする前にですね、プロポで一番大事なものは何かという点をまずお話していきますね。プロポで一番大事なのは何だと思いますか？何だと思います？それはですね、基本性能、通信速度、レスポンスになるんですね。例えばですよ、まあ、本当の初心者さん、でも一応ギリギリ分かるかなという機能に、じゃあトリムというのがあるんですね。トリムというのは、じゃあ例えば車走らせますよね、まっすぐね、ビューっと走らせた時に、でまっすぐ走らないと、じゃあどうしたらいいかっていうのに、でずっとこうまっすぐ走らないのをこうと頑張って補正するの大変なんで、それをちょ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 ってこうね、トリムと言いまして、ニュートラルを一応ずらしていく機能があるんですね。これがトリムという一番基本的な機能があります。あと EPA ですね、エンドポイントアジャスターと言いまして、 KO さんだとステアリングバランスと言いますけども、例えばここに、ね、車あるんですけど、これサーボがあってタイヤがありますね。でこれを動かします。ここで物理的稼働の限界を迎えました、ね、物理的稼働の限界を迎えました。ところがサーボってね、まだまだたくさん動こうとするんですよ。このまま走らし続けていたらどうなると思いますか？そうですよね、各部にものすごいストレスかかりますよね。車、車体自体にもサーボ自体にも物理稼働域を超えていつも動かそうとしているので、ものすごいストレスがかかって車の方も壊れたり、サーボの方も壊れたり、ね、これ問題ありますよね。なのでハンドルを目いっぱいね、こっちのステアリングの方でハンドルを目いっぱい切っても、ここでサーボの動きが止まるようにですね、稼働領域を最大、ハンドルを最大に切った時にサーボが動く限界値を決めてあげるというすごく大事な機能があります。これが EPA、 エンドポイントアジャスターですね。 KO さんだとステアリングバランス、この機能が非常に重要ですね。これはほとんどの入門用プロポにはついてます。ただしタミヤの XB に付属してくるプロポにはついてませんね。まああれはある程度もう前回切った時にちょうどよくなるようにある程度調整してあるので、まあ、それで一応 OK ということにしてありますね。でこっからです。じゃあプロポの一番大事な機能は、先ほど一番最初にレスポンスって言いましたけど、機能としては今言ったトリム、あと EPA の2つしか機能がついていないハイエンドプロポがあったりします。これ M17 っていう3話3の最高峰のやつなんですけど、仮にですよこれにトリムと EPA しかついていなかったとします。じゃあこちらね、3話3の MTS という、これはね、入門用プロポです。うん。これはミドルクラスと思われがちなんですが、入門用プロポですね。これかなり相当多機能なプロポで、今言ったトリム、EPA 以外にもかなりいろんな機能がすごい詰まってます。じゃあ今ね、エキスパートドライバーですね。すごい、日本を舞台に、世界を舞台に戦うドライバーに、じゃあこの機能がトリムと EPA に制限された M17 と、このさまざまな多機能な機能があるこの MTS、 どっちを使って戦いますかと言われたら、まあもう私ならもちろんね、もう何の迷いもなくこっちを使います。そうですね、まあでもほとんどのトップドライバーはまず、EPA とトリムしかついていなくてもおそらくこっちを使うかと思いますね。つまりこういうことですね。実はまあ、本当に大事で基本的な機能っていうのはトリムと EPA、 あと リバースは必要ですね。ごめんなさい、リバースは必要です。リバースってあの前左右とか切り替えの、これついてないとちょっとまずいですね。まあリバースはまあついてると仮定します、ごめんなさいね。実はね、ある程度どうにかなっ
ってしまう。それよりも大事なのってのはもう基本性能なんですね。でもちろんね、トップドライバーでも使う機能としてはデュアルレートとか、あとエキスポネンシャルね、エキスポとかですね、あとスピードですね、サーボのスピードなんかも状況によっては落としたりもするかなと思うんですけど、そういった機能もあるんですけど、それよりもやはりね、そこをなんとかしてでもレスポンスの方がやはり大事になってきます。つまり言いたいのはこういうことですね。使う機能、いいですか、トリム、EPA、あとリバース、これはまあ分かりますよね、リバースのついてる意味もね、あとね、まあ使ったとしても、まあ、あとはやはり打角、初心者さんの場合はこの打角が多すぎるとちょっと運転が難しかったり悪い癖もつきやすいので、打角を落としてあげるっていうのもちょっとついてるといいかもしれないですね。だからデュアルレート、あとはこれは将来的にはあった方がいいかなっていうんで、エキスポネンシャルっていう機能ですね、まあ、これは言葉の意味はね、まあ、説明書で調べていただくといいんですけど、それだけ覚えていただければもう大丈夫です。それ以外にね、例えばもっとシステム的なこと、モデルネームとかね、モデルを作るとか、あとペアリングって言ってね、受信機にプロポの ID を移してあげるとか、まあ、そういったものは必要になりますけども、走行に関しての基本性能に関しての必要なところっていうのは、まあ、大体そのくらいで OK です。他にもね、いろんな機能ついてますよ。うまく使うと、それを結果に結びつけられるような機能も、まあ、ついてはいるんですよ。ついてはいるんですけど、まあ、使ってるトップドライバーもいるのかなと思うんですが、正直私の知り得る世界チャンピオンを取ったような人間とか、取りそうな人間とかですね、あとこれまで知り合ってきた全日本タイトル何度も取ってきたようなドライバーは、私の知る範囲では、そういう機能はまず使ってなかったですね。ステアリングスピードすらね、落とさないとかね、うん、むしろそんな機能を知らなかったみたいなぐらいの感じで、まあ、機能としてはすごくたくさん機能、まあ、ギミック的な機能とか、確かにラジコンが楽になったり操作が楽になったり、まあ、そういった機能もすごくたくさんついてます。あと面白い機能もたくさんついてますけども、まあ、ご質問にあった手始めに覚えたい機能としては、まあ、私言ったぐらいで、まあ、すごく頑張っちゃえば全日本チャンピオンぐらいになれちゃうんじゃないかなという機能がそのあたりになりますね。それではね、今日のお話ですね、何かの参考になったと思っていただけましたら、ぜひ高評価お願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。